さんこんにちは、かようです。今回はですね、リクエストでも最近多くいただいていたベージュリップのおすすめのものを紹介してほしいですとか、結構最近ねベージュの要望が多くてですね、どんな感じの違いがあるのかとか、マスクにつきにくいのはどれかとか、そういうのもろもろ紹介していきたいと思います。ということでどうぞ。ということでまず1個目はもうつけてるんですけど、こちらボビーブラウンです。こちらミニサイズなんですけど、大きいサイズも売っているものですね。リュクスリップカラーニュートラルローズっていう06番のカラーです。はい、軽くまあ塗ってたんですけど、綺麗に丁寧に塗りました。今こんな感じです。はい、このリップはすごくね昔から大好き、ボビーブラウンのリップの中で一番好きなシリーズがこのリュクスなんですけど、しっとりしていて色持ちはまあまあなんですけど、すごく唇が潤うし縦じわが目立ちにくいし、見たまま発色でこう塗ってる感がすごくしっかり出てくれるリップなのでお気に入りです。でニュートラルローズはそこまでめちゃくちゃベージュっていうほどではないんですけど、すごく日本人の肌なじみにもいいようなピンクっぽいベージュっぽいみたいなカラーになってます。私はあんまり あの肌色に近すぎるベージュって感じよりかは、これぐらいの、こうやって見ると結構ピンクかもしれないんですけど、まあ私のお気に入りのベージュピンクとかそこら辺系を紹介していきますね。はい、ということでまず1つ目がこちら。続きまして、あ、そうだ、色持ちに関してはそこまでめっちゃティントみたいにいいっていうわけではないんですけど、一旦何もついてないコットンでオフしてみたいと思います。はい、普通にしっかり唇がつきますよね。で、まあでもそこまで色がすごく薄くてもほぼほぼ取れてるっていうトゥルトゥルタイプではないので、普通にあの色はまだあるんですけど、ちょっと薄くなったかなぐらいです。まあ、マスクにはついちゃうと思うので、つかないように使いたい方は一回ティッシュオフした後にちょっとパウダーとかで上からポンポンポンってやってあげると、ちょっとマットっぽくなってつきにくくなるかなとは思うんですけど、この質感のまま落ちないようにってなるとちょっと厳しいかなって思います。はい、続いてのリップはですね、こちらじゃん、ヒンスです。ヒンスのリップはですね、こんな感じでスティックタイプのものも発売されていて、こちらを選んでみました。 S の001番ということで、ヌーディーピンクっていう感じ、これもピンク系ですね。でもさっきの色よりはちょっとサーモンピンクよりな、こんな感じの、もうちょっとベージュよりかな。これもすごく万能なカラーで、みんな使いやすいカラーだと思います。なんかピンクピンクしすぎてるわけでもないので、カジュアル使いもできるピンクっていう感じです。これもしっかり発色してくれているので、物足りない感じもせずに使えます。で、人によってはこのリップは保湿力はまあまあっていう方もいて、乾燥を感じるような方もいるみたいです。私の場合はなんかマットではないし、別に私はそんなにすごいこれを使って唇の皮がむけた経験とかはないんですけど、まあ、さっきのリュクスのシリーズよりかは確かにあの保湿力はちょっと軽めかなっていう感じです。発色もね、見たまま発色ですごくお気に入りです。塗ってみた感じはこんな感じです。では色落ち具合をチェックしてみたいと思います。はい、さっきのリュクスのリップよりは軽い落ち具合になってます。で、唇も、うん、全然まだ色が残ってますね。さっきの方がこっくりしてるって言ったと思うんですけど、やっぱりそうで、こっちの方がちょっと唇により密着してくれて、軽くてあの割とフィットしてくれるかなっていう感じです。はい、なのでこれはそんなにこう厚塗りしなければマスクつけてても私はこう嫌だなっていう感じせずに使えるリップですね。はい、続きまして同じブランドのこちら、ヒンスのさっきのシリーズとはまたちょっと違ったこのくるくる式の方です。 LM002 番っていうちょっとヌーディーカラーなんですけど、若干ブラウン味も感じるようなベージュかな。はい、こんな感じです。さっきよりももうちょっとオレンジ寄りのヌーディーカラーかなっていう、うん、オレンジ寄りのクリーミーなベージュなカラーなので、すごく万能に使いやすいです。だからやっぱり唇の上にのせると、なんだろう、オレンジって
言うほどオレンジじゃないというか、ちょっとヌーディーな、ちょっと白身っぽい色も混ざっているような色で、すごく大人っぽい今時カラーなんじゃないかなって思います。でこのリップはですね、さっきのうちのねヒースのシリーズと違って、すごくムースっぽくて軽いつけ心地で、全然マスクとかにもつかないような質感なんじゃないかなと思うので、拭いてみます。何もついてないやつで。ついてないですね。まあ、マスクをつけててこうやってやることってほぼないと思うので、ちょっとなど喋ったりしてて擦れるぐらいであれば全然つかないんじゃないかなっていう、すごくマスクにもいいリップですね、このシリーズは。私はこれもね、縦ジャーがそんなにっていうか全然目立ちにくいし、マットなのにマットの割には乾燥しないなっていう風に思います。はい、まあ、ほんと唇の強い弱いは人によってね違うので何とも言えないんですけど、私的にはすごくこの質感といい、色味といい、とってもお気に入りです。はい、はい、続きましてこちらのリップです。 &B のリップになります。クレヨンリップっていうシリーズのナッツブラウンっていうカラーですね。唇に出してみるとこんな感じです。で手に出してみると、今まで紹介した中で一番ブラウン味があるようなベージュ、落ち着いた大人なベージュっぽい色かなっていう感じです。で私的にはブラウンリップだって思って買ったんですけど、ブラウンリップだって思って使うにはちょっと色が薄い感じがして、ブラウンっていうよりかはちょっとベージュかなっていう風に感じていたので今回紹介してみました。でもねすごく色が可愛くて、よく見るとラメが入ってるんですね。ザクザクのラメってほどではないんですけど、でも結構大粒のラメが入っていて、鏡で見ると結構しっかりとラメが入ってるリップだなって分かる程度にはラメが入ってます。で他のリップとそこが違う点で、結構ベージュのリップにラメが、大きめのラメが入ってるってあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。ゴールドラメがブラウンっぽいダークなカラーに入ってたりとか、そういうのは結構見たことあるんですけど、なんか落ち着いたリップと見せかけて実はちょっとギラついてるみたいなね、不思議なニュアンスが出せて、でもなんかギラギラしてるってほどではなくて、ちょっとツヤっぽく見せてくれるような感じに入っているので、それもまた良くて、すごい。でもこのカラーもおしゃれなカラーだし、今時のね流行りのカラーなんじゃないかなって思います。ナッツブラウンで、これもねツヤ系ではないのでそんなにつかないと思うんですけど、ちょっとチェックしてみたいと思います。はい、ほらそんなにつかない。でこれ私1回もティッシュオフしてない状態で試してるんですけど、マスクする前に1回ティッシュオフして余分なこう油分とかを取ってあげてからマスクしてあげれば、多分このちょっとだけついてるんですけど、そのちょっともつかないんじゃないかなって思います。まあマスクしてもうペチャクチャペチャクチャたくさん喋ったらちょっとはつくかなと思うんですけど、まあ、比較的つきづらいクレヨンリップかなっていう印象ですね。続きましてをね言おうとしたら今次まって言っちゃったんですけど、ちょっと疲れてきたかもしれない。変なこと言って。続きましてこちら、じゃん、 RMK です。こちらはですね、最近発売されたザ・ベージュライブラリーのリップスティック04番です。名前にもねベージュって書いてある通り、ベージュのシリーズでどの色もすごく可愛くて、どの色も欲しくなるようなねシリーズなんですけど、その中でも特に私的に気に入ったカラーがこちらのカラーになります。これもかなりベージュ系ですよね。ブラウン系のベージュっていう感じで、大人っぽいこうだんだんこう赤みがなくなった落ち着いた色味なベージュです。でもこれはね人によっては顔色が悪く見えちゃうベージュとも思うので、本当探してる用途によってっていう感じ。これは本当落ち着いた印象に見えるようなベージュリップです。はい、塗ってみました。こんな感じです。この色はすごい大人っぽいカラーだし、ブラウン系が好きな方にはぜひとも挑戦してもらいたい大好きなカラーです。でベージュ系のブラウンって私結構ね好きなんですけど、その中でも私的に今年出会った中で 今のところ一番しっくりくるというか、スルスル塗れて保湿力も感じるようなこの質感と、見たまま発色なんですけどなんかベタって感じにつかないっていうところもトータルでいいです。このテクスチャーというか硬さもね、リップの硬さも塗りやすいし、バランスのいいリップだなっていう感じで結構感動しましたね。ということでこちらも色が持つかやってみたいと思います。
おお、はい、こんな感じどうですかね。うん、まあこれぐらいかな。こうやってやってもそんなにめっちゃつきやすいタイプでもないかな。なんかオイルベースの割には私はそんなにつかなかったのかなっていう印象でした。まあでもね、その取れやすいリップか取れにくいリップかで言ったら割と取れやすい方かなとも思うんですけど、ムラになりにくいというか、こう余分につきすぎないので、なんかそこまでこうここにもつかなかったのかなって思いましたね。もう私はこれはね、色がすごいもう本当大好き。でもこのリップを買って顔色が悪くなっちゃって、私には似合いませんでしたっていうコメントも見かけたことがあるので、ちょっと人によってっていうのはあるかもしれないんですけど、うん、まあそういう方の場合はね、ちょっと重ね付けして他のちょっと赤みのある色と重ねてちょっとヌーディーを楽しんでもいいのかなって思います。続いてのベージュリップはこちら、じゃん。最近ね発売された限定のカラーなんですけど、ナーズのリップスティックです。オーディシャスリップスティックですね。先日このね、ナーズのコレクション、このシリーズ全色レビューしたので、よかったらね、そっちも気になった方は見てみてくださいっていう感じなんですが、その中でも私はひときわすごく好きなカラーなベージュリップです。結構落ち着いたカラーなんですけど、まあブラウンっていうほど濃くはない、まあブラウンとも言えるけどぐらいな感じのカラーです。ベージュ系ですね。結構グリグリ塗るとこんな感じで濃くできるけど、薄くねポンポンポンって感じにしてこう柔らかく使ってあげても、あのベージュ好きさん、そしてダークに使いたくない人にはおすすめできるかなって思います。オーディシャスは保湿力もあって、あの見たまま発色だったりとかで、一番初めに紹介したボビーブラウンのこのリュクスのシリーズにちょっと似てる感じ。私もともとこの質感が一番好きで、マスクとかがね、そういうのがこうつけないといけない日々になる前の時から、すごくこういう見たまま発色でちょっとクリーミーで縦じわが目立たないような高発色のものが好きだったので、その名残でこれも大好きですね。でもマスクにはどうかなっていうところでちょっと試してみたいと思います。結構ね、今グリグリ塗っちゃったので厚塗りになっちゃってるから、ちょっとつきやすい状態、通常の二度塗りぐらいよりかはつきやすいかなって思うんですけど、やってみますね。ほ、あ、でも思ったほどではないかも。もう一回ぐらいやる？うん、なんか意外と結構厚塗りした割には割とあの密着力もあるので、そんなに外になんかこうマスクにブリンブリンつく感じはしないのかなっていう感じですね。はい、柔らかくポンポンポン付けしてあげるぐらいの使い方であれば割とつきにくいリップに入るんじゃないかなって思います。このパッケージのカチッっていう感じとか、持ち運ぶ時もね、なんかあれだね、上と下、私上は星で下は蝶々にしちゃって使ってるけど、本来はね、あのこのカラーは蝶々の柄になっております。はい、っていうね、ヌーディー系なブラウン味の強いリップでした。そしてちょっとね、色が似てるんじゃないかなと思うんですけど、続いてはですね、ちょっとミニタイプのものになるんですけど、トム・フォードのリップです。高級感がありますよね。定番で売られているミニタイプのものです。でウルトラリッチリップカラーの 02C 番モニカっていう、前々から私は結構好き好き言ってるお気に入りカラーなんですけど、これもねピンクベージュな色味ですごく可愛いです。あ、この上の色と結構似てるんじゃないかなって思ってたんですけど、意外とちょっとモニカの方がベージュ寄りなカラーでした。こんな感じです。はい、塗ってみた感じはこんな感じです。かわいい。いや、久しぶりに使ったけどやっぱりテンション上がりますね。トム・フォードは値段がね、なんかこうデパコスの中でもめちゃくちゃ高い方なんですけれども、こういう風にねミニタイプになってるシリーズも出ていて、割とその気に入ったらね、あっという間に使えそうなこのサイズ感で売ってくれてるから、それもあのいいなって思います。で、質感もすっごく良くて、クリーミーなんですけどサラッとしててベタベタしすぎてない感じと、発色もすごくいいんだけどマットではないっていう、いいとこ取りな感じのリップですね。私はすごく好きな質感です。ということで、どれぐらいつかないかやってみます。はい、おー、割とつかない。結構つかない方じゃないですか、今までの中でも。質感的にどれに似てるんだろう。ちょっとオイルっぽい感じなんだけど、まあヒースのこれとかとも似てるかも。
うん、まあ、ティートとかじゃないから、あの色持ちがめちゃくちゃいいかって言われたら、まあ普通ではあるんですけど、この中ではつきにくい方ではありますね。まあ、軽いポンポンポン漬けとかだったら本当つかない気がしました。これは色がすっごいお気に入りだし、みんな好きなカラーだと思う、みんな使いやすいカラーだと思うので、あのウォームカラー好きな人にも、うん、みんな好きな、みんな気に入るカラーだと思うので、ぜひね、店頭で見かけた際はチェックしてみてください。続いてのおすすめはですね、こちら、じゃん、マックです。パウダーキスのリキッドのタイプですね。こちらはデイトメーカーっていうカラーになります。手に出してみるとこんな感じのカラーです。すごくね、馴染みが良くて、ピンク色ではないかな、なんだろう、ほんとベージュなんだけど、ちょっと落ち着いた、しっかり発色もあるベージュ系リップっていうのかな。はい、これはね、つけ心地がまずすごく良くて、さっき紹介したヒースのこのリップと結構似てるんですけど、パウダーキスっていう名前だけあって、すごくこうパウダリーな質感です。なのでマスクにもね、つきづらいタイプかなって思います。で、去年の終わりかなにまた新色が出たりとかして、結構ね、継続的に愛されているようなあのシリーズなんじゃないかなと思います。結構いくつか持ってるんですけど、ヌーディー系で言うとやっぱりこのデイトメーカーが初期の頃から買っていて、すごく大好きで使っているカラーなので選んでみました。私的にはピンクっぽいベージュリップかなと思ったんですけど、こうやってね、たくさんの中に馴染ませてみると、そんなにこうザ・ピンクっていうほどピンクではなくて、結構落ち着いたカラーかなって思いましたね。はい、すごい発色も良くて、ムラにもなりにくい感じがあります。で、ピタッと密着してくれて、あんまりこういろんな方向によれたりとかしないので、マスクの中で喋ったりとかしても結構こう密着力高めなんじゃないかなって思います。塗ってみた感じがこんな感じです。ではティッシュオフしてみたいと思います。いきます。ほい、おお、結構ついてない。ちょっとだけだね。本当にちょっとだけ。なので、事前にティッシュオフ1回してからマスクをつけてあげれば、もうマスクにはほぼほぼつかないんじゃないかなっていうレベルです。なんだろう、乾燥する感じも全然しないんですよね。なのに、パウダリーでマットっぽくなるっていう不思議な感じ。だし、すごく私、縦じわが目立つ唇なんですけど、そんなにこのマットも縦じわが目立ちにくいマットかなって思います。はい、デイトメーカーおすすめです。ベージュ系好きな方はね、すごいぜひ試してみてほしい。ベージュ系好きな方とブラウン系好きな方、両方におすすめできるような中間色というか、とってもいいカラーです。はい、最後のヌーディーカラーはこちら、ナーズのパワーマットリップピグメントです。これミニタイプなんですけど、定番のサイズでも売られているような定番のカラーですね。これは2764番っていうカラーになります。で、普段私がめちゃくちゃ愛用しているパワーマットピグメントがこちらで、これが2760番って言って、結構ね、しっかりヌーディーなんだけど、割としっかりブラウン系のカラーで、ベージュではないかな。こんな感じのしっかりブラウンなんですけど、で、今回私が紹介しているベージュ系のリップは、こんな感じで結構明るめな肌色っぽいカラーになります。はい。どっちも可愛いですけどね。結構私はナーズの中だったらだいぶベージュリップこれが好きですね。で、パワーマットピグメントは取れにくくて、ピタッて密着してくれたら、そっからもうマットって感じで、もうなんか唇の上にずっといてくれるような心強いパートナーっていう感じです。ベージュリップって結構塗ってるのか塗ってないのかわからないような肌色に近い色とかだと物足りなく感じちゃうかなと思うんですけど、そういう方にはぜひこういうね、マットタイプのしっかり塗ってるなっていうのがわかるベージュ系をおすすめしたいなと思います。で、特にこれはなんかね、クラスイーズでもちゃんとベージュなんですよ。なのでちゃんとベージュなのにしっかりとこう発色してくれるし、すごいなんかモードっぽいベージュになるというか、かなり大人っぽい落ち着いた印象になってくれるリップかなって思います。塗った感じがこんな感じです。では唇取ってみたいと思います。ほっ、おー、ほぼほぼついてないですね。はい、こんな感じです。こういうね、結構こう膜が張るタイプのマットリップって、食べたりすると内側だけちょっと剥げちゃったりするっていうこともあるかなって思うんですが、
こういうねベージュ系のリップはそれがすごく目立たないっていうのも利点で、内側だけ剥げちゃったりしても粘膜に近いような色味なので、ベージュ系ってそこまでこう変にこう浮いちゃったりとかもせずに、内側がちょっと剥げたぐらいだったら、まあ食べ終わってからちょっとだけ直せばもう1日塗り直しすることもなく快適に過ごせるんじゃないかなっていうぐらい、この色はおすすめだし、落ちにくいし、マスクとかにもつきにくいしっていう感じです。まあ油系のものを食べるとさすがに結構取れちゃうかもしれないんですけど、なんか油っぽいさ唐揚げとかでも普通の食事だったらそんなに取れないんじゃないかなって思います。はい、すっごくおすすめなカラーなのでぜひ試してみてください。はい、全部で9色の私の一押しお気に入りのベージュリップを紹介してみました。いかがでしたでしょうか。まあ、ベージュの中にもね、ブラウン寄りのベージュとかオレンジ寄りのベージュとかピンク寄りのベージュとかいくつかあるかなと思うんですけど、まあ私はどうだろう、まあ、まんべんなく好きなんですけど、気分で選んだりとか、その時の髪色に合うものだったり、アイシャドウに合うものだったり、チークに合うものだったりっていうので、どれぐらいのベージュがちょうどいいのかっていうか、例えばじゃあチークが全く色がないメイクなのに血色があんまり少ないベージュを使っちゃうと結構顔色悪くなっちゃうかなとか、逆にまあなんかまあいろいろそういうねなんかめんどくさくなっちゃったけど紹介するの、そんな感じで結構こういろんなパターンが自分の中でもあって、こういうアイシャドウの時にはこういうリップがいいかなとか、こういうチーク使ってる時はこういう色のベージュがいいかなとか、バランスを見ながら考えるのも楽しいなって思います。はい、まあそんなの関係なくね、パッて手に取れるのもベージュ系のこう柔らかい色味のいいところっていうか、馴染みがすごくいいので、そこまで気にしなくてもバキッと変になっちゃうっていうこともそこまでなく、普段使いしやすいっていう子たちなので、どれもね本当おすすめです。はい、ということで今回はこんな感じでベージュ系の私のお気に入りのリップを9本紹介してみました。よかったら参考にしてくれたら嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるので、よかったら遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。